ただいままた散らかしやがって、なんなんだお前、マジで汚いんだけど。うるせえな。おいおいおい、夏だからってあんまぐーたらすんじゃねえよ。君に言われたくないね。え、なにこれ、こんなとこに DVD あるんだけど。え、なにこれ、な、もう勝手になんか触んなよ。なにこれ、でもこんな DVD 知らなくない。あ、なんでその DVD。 ちょ、再生するよ。え、どうも、スピンズ公式 VTuber のつむぎひなたです。スピンズ公式、ちゃん、ピーナツくん、こんちは。あ、こんちは、初めまして。お二人にあるお願いがあってこのビデオを撮っています。お願い。というのも、ここ最近お家にいる時間が多い人が増えて、おしゃれなルームウェアの人気が高まってるんです。ルームウェア、そこでココピーのお二人に新作のルームウェアを考案してほしいんです。きっととびっきり可愛くておしゃれなルームウェアを考えてくれると信じています。んじゃあよろしくっす。え、終わった。おい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 、なんだ、仕事の依頼じゃないか。新作のルームウェアだって。おお、またスピンズに呼び出されちまったか。いや、もうかれこれ3回目だね。嬉しいね。たくゆスピンズの野郎よ。すげえ態度でかくなったな。せっかくだし新作のルームウェアデザインしてやっか。えいえい、おあー、デザインどうするよ。正直ポンポコ的にはピーナッツくんとチャンスのルームウェアが欲しいです。ポンポコさん、あなたの意見を尊重します。圧倒的、革新的ルームウェアを作るしかないでしょう。ルームウェアのデザイン、これでいいわけないだろ。師匠、あんまり気詰めないでください。ルームウェアって何なんだよ。あー、すいません、もしもし、つむぎさん、お世話になってます、ポンポコです。今お時間大丈夫でしょうか。あ、どうもポンポコさん。はい、大丈夫ですよ。データっていただいたイラストレートのテンプレートでよろしいですよね。フォトショとかじゃないですよね。 PSD じゃなくて AI データでお願いします。あと締め切りなんですけど。あ、はい、大丈夫です、絶対間に合わせます。師匠、ピーナッツ師匠、いいの思いつきましたよ。師匠、何？こんな素晴らしいデザイン、ルームウェア界がひっくり返るぞ。ただいまー。はぁ、また散らかしやがって。お前、夏休みだぞ、いい加減にしろよ。学べねえやつだな。うるさい、うるさい。はぁ、あ、また、あ、また DVD だ。はぁ、なんだこれ。おい、だから見ちゃおっと。勝手に DVD を漁るなって。よいしょ、大抵。どうも、スピンズ公式 VTuber のつむぎひなたです。あ、スピンズからな。あ、つむぎちゃん、おつ、ピーナツくん、こんちは。こんちは。お二人にいただいたデザイン案をもとにルームウェア完成しました。ついに、さすがです。とびっきり可愛いものができました。楽しみ。 DVD と一緒に完成したルームウェアを入れておきました。お、私も試着してみたんだけど、まるで竹下通りを身にまとってる気分になれたよ。すごい、原宿じゃん。んじゃ、まったねー。んじゃ、まったね。ありがとう、やったー。デザインカード入ってるだって、見よーっと。マジか。というわけで、スピンズ×おしゃれになりたいピーナッツくん第3弾コラボルームウェアが発売決定。イエーイ、おめでとう。ルームウェアなんておしゃれな言い方をしていますが、ほぼパジャマです。寝巻き。イエーイ。それではデザインはなんとこちらです。うわ ー、超かわいい。僕とちゃんちょが寝てる姿がプリントされてますね。最高。ポコピーとスピンズさんで考えました。イエーイ、イエーイ。こちら予約販売になっておりまして、明日8月1日から予約受付開始です。購入期間は8月16日までです。というわけで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日も見てくれてありがとうね。またおしと、じゃあね、バイバーイ。バイバイなって。ルームウェアを着ておうち時間を楽しむんだ。爆睡しろ、爆睡しろ。